私はね今回ねテレンス・マッケナのノベルティ理論という話をしたいんですが初めて出てきますよねすんそう今ねあ違いました出てきましたいや今まで出てこなかったかもしれんが、うん、まあ私のブログには書いてあってですね、うん、一時期ねひあのハマってたもうこの方ねはるか昔亡くなった方なんですよで、うん、アメリカの、まあ、思想家というかな、うんあのね、サイケデリックなドラッグ の評論家とか、<laughs> だからその向こうのねな,そのカルチなんとかカルチャーのねカウンターカルチャーみたいなの競争みたいな。はいはい、ああだから60年代ぐらいの1960年代とか。いやもうちょっとさあ,あの辺ですかいやそこは知りませんね。うん、で亡くなったのはね2000年代のねの 初めの方なんですよ。四十六年から二千年ってウィキペディアで言ってたんすか2 0年か。うん、かなり若くして亡くなられたっていうことですかそうそうそうで、ね。で、このね、まあ、ちょっとね、あのいうことはうさんくさい点はあるんよ。だけどね、<あ>いやな,なんなんセせ今言みたいに、まあ言うたらドラッグですわな。はい。 ドラッグだったら麻薬じゃない方ね。あの、最低デリック。幻覚剤って書いてますね。そうそう,そう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 。で、彼はね、いろんなところで講演してんやけど、僕ね、彼に一番ハマったのは何かというとね、うん、その喋り方。ああ、うん、そうなんですか。ね、YouTube 上がってるってことですかいや、もうね、い後でまあとで YouTube の、あれ送りますが、まあ、古い2000年代前のやからね、はい、画質は悪いよ。いいよね、悪いよ。ははだけどね、 まあ今から話するノベルティ理論の話、時間が加速していくという彼の考え方ね。ええええ、それをまあ、時間が加速してい,くいってるんだっていう話をね。まあ、どういうことですかいや、もう、これはもう、もう今、私、一連して言うてる、あの、例の、あれじゃないですか、信頼値が近づくという話うなっあるいは例の、あの、アル c シャルダウンのね、 オメガポイント理論も基本的に同じなのよ。で<は>、り物事の起こる感覚がどん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 短くなっていってると、ええね。で、最終的に、まあ、ティアルド・シャルダンなら、オメガ点に至るというわけでしょ。ええええ、で、この前お話ししたのは、もうそれが2029年だという数式があると。で、テレス・マッケナも同じようなことを2000年になくなる前に言ってるわけよ。ええ、で、それね、 あのまあ、それをまあ理論的にこれプログラムで作ってるんだけど、ええ、いやただ何が感心したかってその喋り方のねテンポがね何、ええうん、というかな、まあ、一,一種の競争やねおお<ー>喋る時にこの、まあ、英語なんですがこのな抑揚がね実にね心地よいわけよあ<ー> <laughs> でね引きずられてだから僕それ聞いた時にねこれだって。 僕はできてませんよ。できてませんよ。<laughs> その、教祖になるにはね、この喋り方じゃない,いう教祖になりたかったんですか、松田先生。いや、そういうわけじゃないがねあの、僕、プレゼンの研究やったんですよ。ね、ふんふんで、プレゼンって、いかにね、自分の考えを人に、まあ、極端に言ったら植え付けるかと。プレゼンって何かって言ったら、自分の考えを分かってもらってなんぼ。ふんふんあるいはまあ、 商品なら買ってもらってなんぼ。ね。だ,だから、そういうふうに聞いてもらわんといかなわけ。で、私のね、プレゼン理論はね、人はね、聞きたくないっちゅうね、あんたの話なんか。で、そこをね、なんとか聞いてもらう。これがプレゼン理論じゃないですか。で、そういう観点から言うとね、あの、テニスマッケナはね、ほん天才的なね、プレゼンターだと僕は思ったわけや。ああ<ー>、うん。で、実にね、このね、抑揚があって、で、しかもそのね、 YouTube 見てね、面白かったらね、時間が加速していくというんだけど、ええ、またこれはね、テニス負けじゃなくて、別の人が編集しててで、そこに音楽を載せてるから、その効果もあるんだけど、背景に出てくる映画ですね、これ英語ですよ、東京のね、通勤ラッシュの絵とかね、うんうん、あるいはね、カプセルホテルの映画出てきて。<あー> <laughs> 日本ですね、結構。日本なんですよ。えー でだから、まあ、それの YouTube について、ままあとでお知らせしますけど、これは一見のやつがで、時間が加速していっとるとね、これは共産党の委員会のせいでもなければ、IMF のせいでもないと言ってるわけこの発想って、共産党のってあの、ソ連の共産党の、ね、中央委員会は、もうすごい力を持ってたわけじゃないですか。 ええ、あ20年以上前の話。そうそう,そうそうそう。だからそのイメージの話ね。あ、うん、あ、そうか。時代背景考えない時代背景を考えないといけないと。はい。で、で、そのノベルっているんですが、のね、そ,の <laughs> その話に全然入っていかなかった。入っていかなかった。<laughs> で、宇宙にはね、目新しさ、ね、これをノベルティって言ってるんだよ。ねはいはい、と、それから、あのこれそ、ここの訳で相互連結性って,てジェミニア訳したけど、まあ、習慣、うん、新しいこと。 と慣れてることねあ<は>この項目だとで。特に新しいことを探すというために、うん、新しいことがどんどん出てくるためにですね、で世界新しいことがどんどん出てくると、だから時間が加速していくで。時間が加速、本当に時間は加速してないけどね、何か重要なイベントが起こる間、時間間隔がどんどん縮まっていくと。うん、これは他の人も言うてるわけじゃないですか。うん、カーさんでも言うてるしね。 だから基本的にみんな同じこと言ってん、うん、テレンス・マッケナーも、ティエルド・シャルダンも、うん、あるいはカース・ワイルも、ねえー、みんな基本的に同じこと言ってる。で、彼はね、マッケナーね、ここではね、その話を思いついたのが、中国のね、駅峡、駅峡って知ってましたね。あこ,こに書いてある、ね、フラクタルのパターンに着想を得たと言ってるわけよ。うん、だからね、これに対する批判はね、そんなね、うん <laughs> 科学的じゃないと中国の駅教会って何やねんって、<laughs> まあ科学者の批判はそういうことですよ。うん、で、宇宙で、マッケナが言うにはね、宇宙が進化するにつれてますます複雑で新しいイベントが発生してくるとは。うん、で、この目新しさの増加により、その特定の時間内につまりイベントがねよりね、だん,だん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 密に詰まってくるとは。でで最終的に、ね、どっかで まあ彼、シングライティと言ってないんだけど、終局点に達すると言ってるわけですよで。で、その理論をタイムウェーブゼロと言ってですね、これをね、プログラムにしてね、でね、あの僕見てたら彼、Mac、マックって古い Mac ね、2000年代の前の1900年代の Mac の画面で、この波がね、そのこうフラクタルの波がこう見えてるっていうのを見せてて、さて、ここではね、彼がね、大予言をするわけよ。 うん、で、この行き着く先が何年か。つ、うん、まり、あまあ、彼はシンギライティとは言ってないんだけど、この彼のタイムウェーブゼロ理論で、その時間間隔を収束してゼロになる。まあ、我々、リュウニタシンギライティがいつか、うん、2012年だという。へえ、計算したんでしょうね、なんかで。うん、で、この2012年という年はね、はい、実は。 2012年12月28日にマヤ歴が終わるんですよ。ううん、マヤ歴ってマヤね。はい、あの中南米の。マヤの文明がまあまあ暦持っててですね。はい、で、その暦がですね、その2012年でこれで終わりになる。ああ<ー>、うん、そうなんですね。<laughs> で、そのことと合わせてね、実は、 その頃ね、非常に、2012年前に非常に話題になったのよ。うん。知ってますいやいや、全然知らない全然知らなで,で <laughs> 2009年にハリウッドで、2012という映画が出た、はい、ああ、そうなんですね。このことなんですね。マイアリそう。で、これ見,見たらね、まあ今でもね、まあいろんなのが残ってるが見られた、わかるけど、<ー>どんな話かというとね、2012年に、 ね、地球文明が滅びるというそういう話。<ー>その映画を僕は見たんですよ。えー、ででみ2009年だからね、まあ、きっと2009年か10年に見たんですよ。で2012年、うん、でどうなるかというとねあの研究者がインドの鉱山のんごく奥底に入っていってですね、まあ、インドの研究者が呼ばれていくんよ。でこれを見ろってこのデータはね恐ろしいことが起こってるって。で地球の核の中でね 太陽のニュートリンはそこでものすごい量がね地球の核に浸透してるとかこの辺はね本当に科学はね本当に本当かっていい加減んなところがあるんですよでただやね要するに地球は地殻大変動が起こってもうねほとんど住めなくなるとそういうことを発見したと言うんですよ、うん、でその研究者がねこれは大変だというわけでそのアメリカ大統領に 進言するわけよ。まあそこまでいろいろプロセスがあってね、そんなバカなとか言ったけど、まあ大統領は聞いてね、これは偉いこっちゃと。で、そこでなんとか人類を救わんといかんというわけで、これはノアの箱舟を作るわけですよ。うんで、この箱舟でね、ものすごい近く大変動で、あのね、で、どこに作るかというとね、チベットに作るんよ。うんなんでかって言ったら、ものすごい津波が発生するんで、 あの全部飲み込まれてしまうからそういう高いところに置かないとダメだという、うん、まあそういう話だよで。で映画としてはですね主人公がそのことを知ってね実はこれにこのノアの箱舟に乗っける人間っていうのがあのアメリカ政府が密かに選んでるわけよ。うん、で一部の人間はそれにあのその登場人物が入ってるんだけどで,で主人公はそれに入ってなかったわけでもととか潜り込もうとしてね。うん 飛行行機に乗ってあの行くとで、ところでまあそんなことは起こりっこないよなって僕は思うんだけど。うん、まああれですね、なんか「ハルマゲドン」とか。あ<の>ああまあまあそういったぐらいのパニック映画ですが、えー、いやまあまあそのもとがね、今みたいにテレンス・マッケナーが2012年に。 そのまあ文明が終わるといったということから来てる、ね、というかまあ人騒がせな映画を作らせた張本人ということですわ。<laughs> だけど別にその前あれの終わりっていうのは分かってる人はみんな分かってたわけですよね。 うん,うんうん。マッケナさんが言ったから、その映画が作られたんですかいや、それは、ね、映画の、あの、作った人はそうは言わないとは思うがね。ああ<ー>。でも、まあ、その、そのことがね、前歴が終わるということは、当時話題になってたんですよ。あああで、映画が2009年でしょ、はい、で、で、当然、そのもっと前から企画してるわけだからね。で、マッケナさんが亡くなったのが2000年だから、まあ、そのあたりから、 2010年、2000年からね12年って12年先だから何言ったっていいわけじゃないですか。だからその当時から話題になってって、それで映画にし,したんじゃないかと思うんですよ。まあ、でね、その方面ではね、アメリカの,そのカウンターカルチャーの世界では、まあ、ねうん、まあ、まあ、私が注目したのは、そのまあ喋り方に惚れ方。中身 <laughs> はあれでしょ、<laughs> ビッグヒストリーを調べている中から出てきたんじゃないんですか。そうあ で、うん、そもそもね、そもそも今なぜね、マッケナーを取り上げたかというとですね、うんうん、ある YouTube の番組、これね、2時間に及ぶような番組でね、うん、ティエールド・シャルダンとマッケナーのデモニックな、ね、悪魔的な理論と。で、僕ね、ティエールド・シャルダンっていうのに惹かれてみたわけやん。あははは。ほんなら、マッケナーも出てきてね、ね、うん、で、見てみたらね、若い人が YouTuber なんやけどね、 後ろに、キリストのね、写真がね、いっぱい貼ってあるのよ。あ<ー>つまり、あの、非常に敬虔なクリスチャンの YouTuber なんや<ー>その番組を見るとですね、そのクリスチャンの話がいっぱいあるわけで、その中のワンログゼムとして取り上げてですね、僕はね、テレンス・マッケあるいはその、ティアル・シャルダンとか、あの、テレンス・マッケの話を肯定的に紹介するのかと思ったら、そうじゃなくてデモニックだと。 うん、悪魔的なと。否、うん、定的に捉えてるわけやそこでね、僕ね、これを、その YouTube をですね、その例のジェミニに読ませてみてやね <laughs>、何言うとるんやって、うん、ようやく見て、まあ、チャット GPT もようさせてあげやね。で、僕、要するに、この YouTuber は、テレンス・マケナとか、 あのピシャルダーンに対して肯定的なのか否定的なのかって聞いてるわけ。うんうん、ほんならあの否定的だって、で<ー>ここでこう言うとある、こう言うと言ってデモニックと言うと悪魔的と言っていると。うん、だから否定的で、この人はクリスチャンなんだと。だから否定的なんだって。で、そこでまた聞いてみてそれなら、ピアール・シャルダーンのオメガテン理論とか、あるいはこのタイムウェーブゼロ、ノベルティ理論ね。 否定してんのかって言ったら、いや、否定しきれないから困ってんだって。うん。だからその YouTuber はね、まあ、キクリスチャンとして、ね、うん、こういうデモニックな考え方はね、良くないと。うんうん、かといってね、否定もできない。うん、でもね、ジェード・シャルダウンはね、こう言ってんです、ね、その加速していってですね、で、最後に、要するに、いろんなものが小さくなっていくっていうんですよ。で、最後にオメガ点と一点に収集。 すると言ってね。で、これが神だ、クライストだと言ってるわけよね。うん、つまり、彼の考え方、シャルダーの考え方は、なんとかね、進化論と、から、キリスト教をこうあの、矛盾なく説明しようとしたわけですよね。うん、私は最後のその点だけは取らないけどね。でもね、その、要するに物事がね、進歩していくと、で、世の中が進化していって、情報っていうのが、<laughs> あある性質があってですねどん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 時間間隔物事の時間感覚が狭くなっていくと、うん、だからいろんな人がね共通、うんうん、したアイデアを出しているという中でテレンス・マッケナーを思い出したというそういう話です、うん、うんまあ物事の時間感覚が、えー、っと短くなっていくっていうのは知能がこう上がっていってるからということなんじゃないでしょうか,、ね、えだだからその辺の考察ですね次回の っ走だけどまあ,あビッグヒストリーの話なかなか面白いですねいろいろい、ねえー、古い古くから多くの人があの 議論してて、その議論っていうのは今でも見る価値があるものが多いと。そうそうそう。ういや、だから偉い人は偉いってことですよ。ええ。ええ。それこそ、その、もっと大昔のいろんな人がね、言ってるじゃないですか、きっと。ええ、ね。世紀末みたいなことに関しては考察してるじゃないですか。世紀末はねア、アポカリプスって言って、聖書にはあるわけですよ、ね。ああ。はい。いや、その、だから、それを、ね、まあ、また改めて見てみると面白いって話が。うん。 ずっと言ってる話ですよね。ロバ、はい、キナスさんとかもそういうことをおっしゃってたんじゃないかな、ええ。まあ、それに関しても引き続き見ていきましょうということで。え <laughs> っと、マッケナさんですかはい。テレンス・マッケナ。マッケナさんちょっと名前覚えていきたいと思います。あ、YouTube ぜひ見てみましょう。喋り方が。もしかして、あれじゃないですか。喋り方もどんどん、あの、後になるほどしゃ早くなっていくんじゃないですか。はい。 じゃあそういうことです。